え、何が？なんか汁。え、絶対違うって、あまりにも違いすぎない？え、もう来たよ。汁ないって。え、なんだろう、ね、一滴汁飛んできた。え、わかんない、絶対に違う。え、なんだろう。うんふん配信するたんびになんか食べてんだけど、うん、なんか食べてる。メイク直してます。それ前髪戻るの？うん、巻けば。あ、ちょっと死んでる、うん、ブーンって言うの。うん、ケープしてないの、あのここしか。うん、頭上だけ。しかもなんか軽く後ろとかに持ってったら死ぬけど。うん、このこんにゃくおしゃれな切り方。こんにゃく？うん？わからない。こんにゃく。うん。おしゃこんにゃく。あとマスカラしかない。オッケー。さっきとメイクを変えたよ。なんか彼女のとこが見えるの嫌なの。あずさ、ありがとうな。うん、こんにゃくの横に人参ある。あとこのこれ、生姜焼きと冷しゃぶ。うん、なんかここにも冷しゃぶ入ってる。本当だ。これ魚。これ苦手だからな。うまいよ。うん。うまいよ。お話し会で釣られました。素晴らしい。これお昼ご飯。お昼？さっき食べたよ。あれ朝ご飯。なんかお昼にもならない量だよこれ。これもはやおやつ。ただそれを食べずに夕飯を食べる。耐えられない、待てなくて。あ、でも白米ちょっと食べたい。健康。オッケー、メイクできた。あ、変なのに何やときようかな。鈴木がくれた。ねえ、まだ使ってる。うん、うちいいよ。最後の分終わったら、うん、出ない。お弁当これが最後だよ。でんにゃん、ありがとう、カマ。うんふん。急にラメラメした顔が。冷しゃぶ温めた。もう何も言ってない。どうせ前髪で見えないから。うん。早くなっちゃうね、この。余ったお弁当持って帰っても大丈夫。お弁当はもう2食だよ。うん、2食。2食ですね。基本2食しか食べないの。なんかこの時間のお弁当お腹空いてないんだけど、逆にお腹空いてなくて困る。なんか落とし、もったいねーみたいな。
あと2分耐えられないもん、食べないと。パウダーも、いや、うん、塗りました、パウダー。でも私の手本これだから、やば、まだ残ってる、エゴいって。ティーラテは塗ってますもんな、こういうラテが出てるな。同じやつなんで、マイメロゲットしに行くんですけど、コツあると思いますか？ゲームセンターの方に頑張ったんですけど取れなくてっていうです。これ夢中だったんですけど取れなくて。まあ12人いるので12回はやりましょう。そうだね。一旦ね。うん。一旦それはこれを使っていいのはめっちゃやった人、うん、でも結構あれ、うん、あのガッチって掴んでくれる時に当たるかどうかですね。そうですね。でもさ、場所によるかな、そのゲームセンターの場所。でもあの上手い人はアームが弱くても落とすのね。何なんだろうね、頭いい人ってうまいらしいよ。視点に起点とかわかるからみたいな。そうなんだ。知らんけど。でもさ、なかなかじゃない、見ただけでそんなことわかるって思った。こことここがこうだからみたいな取り方してる人もいるみたいな。はあみたいな。なんか。UFO キャッチャー台を出してくれる人ともらってくれる人がいたら私がやる。いらないんですよ、もうお家にいるから。置く場所がなくて、あの大丈夫なんだけどゲームがしたいから。わかる。てかあとあのなんか割と取れるの UFO キャッチャー、うん、でも割とお金もかけてるから上手いか下手かって言われたら難しくない？そう、やってるだけね。そうだから最終的には取れるじゃん、うん、なぜかって取れるまでやるからな。本当に欲しいやつじゃなきゃやらないから。本当に欲しいのは絶対欲しいってなる。わかる。人形好きだから。なんかさ、ここまで出して何もか持って帰れないとかありえないと思ってやっちゃう。おいしいお弁当。おいしい、よかったね。うま。待って、冷しゃぶ美味しすぎかも。えぐい。フライの切り抜きってTikTokでバズってたね。知ってるよ。クレカのやつ話だよ。え、バズってんのあれ。バズってるか分かんない。シミが回ってきたのはそれだった。何だっけクレカ。私はクレカを使っちゃいけない人間なんだみたいな。話してた気がする。ブスすぎてびっくりした。メイク途中で切り抜かないで、メイク途中綺麗な状態で気にして見て、前髪戻った。見てよ、前髪戻ったよ。頭頂もだけなら戻るけど、他のところにしたらもう終わり。それはそう。そのバームとかそのつけて動かさないようにケープ代わりにしてる。オンオフの差が激しい。まあそれはそうかも。でも違う、ずっとこんなんなんだけど、いつでもいつでもこんなんなんだけど、ステージの上でもこんなんだよ。え何の話してんの。
オンオフの切り替えがすごいって、オンオフが激しいらしい、ずっとこんなんじゃない？ずっとこんなんですよ。だってさ、すべての場面において同じ人間なんかいないじゃんか。上司の人と話すときにさ、友達と話す話し方しないのと一緒じゃない？そうだ、ママが電話出るときに声がワントーン上がるのと一緒。うちもさ、オンオフの差が激しいって言われるのさ、普通にさ、配信とかで数出してるのにただ3枚入れてるって言うの寂しいやんな。なんかあった。でもずっとこんなんかも。逆にステージの上にいるときだけ、あの多分別の人かも。逆にそうできるのもいいけど。違うんだよ。勝手になってんの。いつもこんなんの店も、あー、あれ欲しいな、これ欲しいな、美味しい美味しい。でも眠いねーって言ってる。あ、そう、あれは。多分あっちが別人かも、こっちが本当。いいじゃん、めっちゃいるね。一回ね、でも一回ステージ立ってみたら多分分かる。ステージ立ったらこんなんじゃいられないから。それはそうかも。こんなんで、はい、ひーちゃんですって言わないから。自然とひーちゃんですになるから大丈夫。そうだよ。オッケー、準備できたよ。リセットした。リセット？違うか。これ三本目。一生ハンドクリーム手に持ってる。アイクリーム。いいの知らない？ん？いいの知らない？アイクリーム？うん。2万ぐらいするやつなら。ちぬ。高いかも。でもそれがみんなそれがいいって言うから。へえ。ポラみたいなとこ。ポーラ？ポーラ。ポラ？ポーラ？オレンジのやつ。ポーラ。本当に？高いよ。あ、1号ぐらいだった。あ、そうだ、それかも。あ、2万のやつもある。なんか黒とオレンジがあって、どっちかがアイクリームでどっちかがシワとかみたいな。黒だ。黒がアイゾーン。高っ。効果あった？私買ったのオレンジなんだけどな。汗。私そう。でもほうれい線と目の下にたまに塗るので効果を感じません。たまになので。ダメだよ。毎日使わないといけないんだよきっと。なんかさ、目笑うと笑いすぎてさ、シワがね。アイクリームもし、目の下のシワが気になる。でも多分高くないと、や安いのずっと使ってても変わんないんじゃないかな。変わんないか。逆になんかクリームだけでさ、シワが治ることってでもあるの？うん。シワができる前に塗るならシワ予防になるかもだけどさ、シワが治ることってあんのかな。なかなかでない。そうすることによっても、ね、少しは、まあ塗らないに越す、塗らないよりは塗るに越したことはないのかもだけど、うんうんうん、これどうなのか。もう保湿だけでいいんなら別のクリームでもいいよね。そっか、やばい、ゾゾも買わなきゃ。私アイクリームも欲しいし大変。楽屋の話盗み聞きしてる。そうだねー。ねえねえねえ、謎。え、そうだよ。謎です。お値段より成分表、成分ちゃんと見た上だって。何の成分入ってたら芝にくくのかも。そんな、そう言われましてもわからないよ。お、私はじゃあ終わりますね。時間だ。私も終わりましょう。13位、カリンガラタン、12位、ヒメヒメ、リーチ、サリチ、アヤト、ケイココロ、8位、ヒロキ、7位、サユナ、6位、リッキちゃん、5位、ユウスケ、4位、タカヒロ、3位、ユイ、2位、レイニャ、1位、アツさん、ありがとう！ありがとね。